クリスティアン・バトッキオは、アルゼンチン出身のイタリアのサッカー選手。アン・アム・プーマス所属。ポジションは MF。地元、ロサリオのニューエルズ・オールド・ボーイズでプレーを、始め、2009年に移籍金20万ユーロで、イタリアのウディネーゼ・カルチョに移籍。2010-11シーズンは、ウディネーゼのユースチームでキャプテンを務め、2011年2月27日の、US チュッタ・ディッパレルモ戦で、 トップチームデビューを果たした。2012年8月30日、イングランドのワトフォード FC に、買取オプション付きの期限付き遺跡で加入。2013年7月19日、ワトフォード FC に完全遺跡した。12月にジュゼッペ・サニーの新監督が就任すると、序列が低下し、2014年8月26日に、セリエ B のビルトゥス・エンテラに一。 シーズン期限付き移籍した。2015年8月11日、フランスのスタッドブレスト29に2年契約で移籍。2017年7月10日、イスラエルのマッカビテルアビブ FC に2年プラス1年、延長オープション付きの契約で加入。2019年1月19日、フルス、スタッドブレスト29に再加入。2021年2月4日、 J1 リーグの徳島ボルティスに完全遺跡で加入することが発表された。2021年7月15日、双方合意の上契約を解除することが発表された。同日、アンアムプーマスがバトッキオの加入を発表した。2011年10月9日に U-20 イタリア代表に招集され、 11月9日の U-20 ガーナ代表戦に出場した U-21 代表でもプレーしている。ありがとうございます。